皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の4月の16日火曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、約46分ぐらいですね。日本時間の夜の9時17分ということで、申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、非常に重要なことなので、何度でも言うと。日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権はないと。日本の内閣総理大臣は有利な時を選んで勝手に衆議院を解散して総選挙する権限などもともとないのだと、こういうことですね。これはまあ昨日のメインテーマの続きみたいなもんですけど。ということで、今日の放送を始めたいということで、まあ今日のメインテーマ非常に重要なんで、これを最初の方に持っていこうというふうに思ってます。今日の「ワイワイニュースライブ」の通算で2762回ですね。ツイキャステレビの媒体で、今のところ音声も映像も問題なく配信されているということですね。今日の最新のお知らせですけど、昨日もお知らせしましたけど、明日水曜日4月の17日から7月の17日まで、3ヶ月間ですね、毎週水曜日、まあ、語学編研修を再度始めますので、水曜日の英日語放送、仏日語放送、外国語放送はお休みさせていただくということで、明日ですね、本来だったら英日語放送がある予定だったんですけど、お休みですということです。それと今日の画像ですね。画像は1、2、3、4枚ありますね。最初はこのミルキーさんのコメントにもありましたように、昨日ですね、ノートルダム、パリのノートルダム寺院で大火災が発生したということで、まあ、原因は今のところ大改修中の工事中の不注意じゃないかと言われてるんですけど、テロかもしれないというちょっと分かんないですね。すごいですね。先頭が木製なんですね。これが全部崩壊したということなんですね。そして2つ目が今日の注目情報の中で取り上げますけど、デマサイト政治地震というのが、野党政治家のスキャンダル等々のデマを流しているということで、これがそうなんですね。政治地震ということで、横浜の出身の菅官房長官の出身地、横浜から神奈川県議会に出て当選した田村なんとかという政治家、自民党の政治家の弟がですね、この政治地震というデマ専門の、野党攻撃専門のサイトを主催しているという今日のリテラの記事ですね。とんでもないですね、こんなのが。で、3番目がフランスの映画で、12ヶ月のミライズという、なかなかいい映画なんですね、フランス映画。これの推薦映画として取り上げました。これは何かというと、ここの真ん中に、いる、いわゆるパリの名門アンリー・キャトルかな、ヘンリー4世高校という名門の高校のフランス語教師が、たまたまですね、なんかのパーティーで、いわゆる郊外の、移民が集中している学区の学力が低下しているという深刻な問題に対して、彼は、まあ、意見として、
やはりベテランの教師がそういう学校に行ってですね、その経験豊富な教師のノウハウを使って、学力向上に貢献すべきだという、一般論を彼は何かのパーティーで述べたんですね。そしたらたまたまそこにいたフランスの文部省の女性官僚が、それはいいアイデアですねということで、その場はそれで終わったんですけど、後日連絡があって、ぜひ官房長官に会ってくれということで、食事、そのフランスの文部省の中にある食堂でですね、官房長官と彼女と、それからあと2、3人のスタッフと一緒に彼は食事をして、その中で、ぜひあなたの経験豊富な教師経験を1年でいいから郊外にあるそのような学力低下問題、深刻な問題にさらされているところに行って立て直してくれないかというのを依頼されたんですね。で、最初彼は「そんなことはありえない」と、「私はパリの名門校での教師だから別の人をやってください」ってことなんですけど、結局は受けて、で1年間の約束でですね、郊外の中学校に派遣されたんですね。で、そこでの12ヶ月の彼の奮闘の記録が丁寧に描かれているということなんですね。これは4月の6日から劇場公開されてますんで、ぜひ、一見の価値がある映画だと思いますね。12ヶ月の未来図っていうのは日本語のタイトルなんですけど、もともとのタイトルはレグホン・グホン・エスプリというね、グランというのはビッグですから、エスプリっていうのはマインドですから、ビッグマインドということで、大いなる心、偉大なる心というのがこの現代なんですね。2017年フランス映画ということで、アルバトロス、あ、じゃないや、監督が、これが最初の映画なんですね。オリビエ・アヤシュ・ビダルという監督が初監督した作品ということですね。ちょっと解説読みますね。映画 .com。問題だらけのさまざまな生徒とエリート教師の交流から、移民や貧困などフランスが抱える社会問題、ユーモアを交えて描いたドラマと、ベテラン教師のフランソワは名門高校からパリ郊外の教育困難中学へ転任することとなったと、移民などさまざまなルーツを持つ子どもたちを前に、これまでは生粋のフランス人の生徒を相手にしてきたフランソワは、生徒の名前を読み上げるだけでも一苦労というありさまと、勝手の違う環境の中で日常的に巻き起こるさまざまな問題をベテラン教師のプライドを持って格闘していった。そんな中、遠足で訪れたベルサイユ宮殿でお調子者のセドゥがトラブルを起こし退学処分を下されてしまうと、長い教師生活で感じたことのない使命感を抱いたフランサーはセドゥの将来を守るため戦いに挑むと。監督は本編が長編デビュー作となるオリビエ・アヤシュ・ビダルだということなんですね。で、この映画見て私気づいたのは、このフランスはっていうのがフランス語の先生なんですね。いわゆる国語の先生なんですね。だから国語の先生だからこそ、この学力低下にない、見舞われてる、学級崩壊してるようなクラスの中に入って、1年間でそれなりの成果を上げられるっていうのは、やはり彼がいわゆる教育の基本、あるいは人間の基本である母国語を教える教師だったと
いうことが大きいと思うんですね。これが数学とかですね、物理の人間だったらここまではいかないでしょうね。なぜかというと、要するに母国語、フランス語にしても日本語にしても、母国語で物事を我々は客観的に対照的に捉えられるんですね。で、物事を言葉を、言語を通じて表現する、言語を通じて学ぶと、言語を通じて真理を探求するという、言語、母国語っていうのが最大最高の手段なんですね、人間にとって。ですから、このフランスはがフランス語教師だということが幸いして、まあ、彼の熱意とか経験があったんですけど、このセドゥという、お調子者の彼がベルサイユ宮殿で、なんか王様の ベッドの上で、写真を撮ってたというのが、監視カメラでバレてですね、彼は学校のいわゆる CD っていう、コンセイユ・ドゥ・ディシプリーヌっていうのかな、いわゆる懲罰委員会みたいなところに、召喚されて、退学処分を受けるんですね。で、それに対して、このフランスは完全と立ち上がるということで、この校長のいわゆる手続きが、法律上の手続きに従ってないということを発見して、それをネタにですね、校長を脅かすんですね。で、校長も結局その処分を取り消すということで、まあ、めでたしめでたしなんですけど、なかなか面白い映画でしたね。ヘテさん、国語の科目の重要さ、移民にとってどうなんでしょうかと、そのような面も描かれるのでしょうかと。から興味深い、ぜひ見てみたいですねと。そうですね。ですから、まあ母国語、移民であっても結局その後ずっとフランスで生活するということなんで、フランス語は母国語、彼らにとっては母国語なんですよね。ですから、いわゆるネイティブの、もともとの両親から受け継いだ母国語と、それからフランスで育つ、あるいは生まれ育つという意味のフランス語の母国語、二カ国語をやはりちゃんと自分で身につけるということは、ものすごい自分の宝だと思うんですね。ということです。今日の これと、それから今日の画像ですね。画像で、今日のフランス映画のポスターか。ポスターがこれですね。これがポスターですね。そして4つ目の画像としては、これ鳥羽新一モーニングショーっていうのがあるんですかね、教育テレビ、朝日テレビか、テレビ朝日のレギュラーコメンテーターの玉川徹さんという、前からなかなか鋭い分析をしてる社員なんですね、テレビ朝日の。彼が二か年代の長いインタビューを受けてる。で、二か年代の記事、今日の注目情報の中でととあのー、取り上げたんですね。ということと、それから今日のフランス映画ですね。
ということです。そして今日の一言ですね。これは面白いですね。アメリカの民主党のサンダース議員、次のアメリカ大統領選挙に立候補するということで宣言しましたけど、彼は今や大金持ちだということが、これは AFP の記事、今日取り上げますけど、で彼がその納税申告書を公開したんですね。で今やですね、要するに彼はアメリカの大統領選挙で前回ですね、民主党のいわゆるヒラリーに公認候補の選挙で敗れたんですけど、そのことによって一躍有名になって、彼は本を出したんですね。で、本の印税で、すごいお金持ちになったということで、例えば2015年の総所得は約2700万だったんですけど、その本を出した印税含めた2016年には1億1900万で、17年には1億2700万、18年は6300万ということで、一躍有名になり、本が売れたということで、今や労働者階級を代表する貧困層、低所得者層の代表じゃなくて、大金持ちになっちゃったということがはっきりしたんですね。でも、納税申告書を公開するっていうのは、トランプが今月の4月の23日まで公開しろという米議会の委員会から正式に要請され、もしも23日まで公開しなければ、議会が持っている調査権で強制的に停止させるというところまで追い込まれてるんですね。ですから、これが公開されればもうメタメタでしょうね、トランプ。どれほどの悪どいことをしてるのかということが全部バレるでしょうね、これね。ということで、今日の一言、このサンダース議員、今や大金持ちだというのが暴露されたということですね。これは全部は入んないかな。ということですね。それと今日の注目情報ですけど、玉川徹氏、暴走発言の真意、おためごかしじゃつまらないという日韓現代、これの URL を。こういう社員がまだ残ってるっていうのは救いですね。皆さんからのコメントですね。砂月にさ、フランスの心が燃えてると、ノートルダム寺院火災と。それからカット麺さんがお茶ですね。それとヘテさん、ヘチさんか。さっきのあれですね。国語の科目の重要さということで、移民にとってどうなんでしょうかと。そのような面も描かれるのでしょうかと。
だから彼にとっては移民じゃないんですよね。移民の子供なんですよね。移民は両親なんで、彼はフランスで、生まれ、フランスで育ってるということで、フランス人なんですよね。ヘテさん、興味深いと。ぜひ見てみたいと。土山純一さん、お茶漠天と、コンティニューコインが2枚ですね。から、砂ずきんさん、今日のメインテーマですね。から、ミルキーさんが、コンティニューコインですね。から、こんばんは、楽しみにしております。ヘチさんですね。ケイさん、コンティニューコイン。から、石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。ナカン319さん、コンティニューコイン。から、石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。そして、この放送の前ですね、ミルキーさん、2016年にはパリ・ノートルダムの大聖堂攻撃未遂がありましたということで、ですから、テロの可能性も捨てきれないということでしょうね。パリ・ノートルダム大聖堂で火災、大きな被害と。それから、高橋三平さん、山本太郎総理大臣に死を同感ですと、昨日のあれですね。で、砂ずきんさん、厚生年金加入70歳以上の時、厚労省が納付義務を、すごいね、これ、70以上、75まで働けと、死ぬまで働けと、だから年金も保険料払えと、死ぬまで払えという、とんでもないことが進行してるってことですね。砂ずきさん、社説、米兵による女性殺害、DV への対応を検討せよと、社説、沖縄タイムズ。から砂ずきんさん、北谷町の米兵による殺人事件と、米、軍憲兵隊の責任、海なりの島からということですね。砂ずきんさん、トランプはなぜイラン革命防衛隊を外国テロ組織に断定したのかと、マスコミに乗らない、これはもう完全にブッシュと同じですよね。イラク・フセインはアルカイダとつながっていると。だから今回もイランの革命防衛隊はアルカイダとつながっていると、全く同じ論理で、攻撃するということでしょうね。攻撃の口実をつけているということなんですね。ヘチさん、そういう意味で私も移民の子供ですと、そういうことでしょうね。ヘチさん、年金保険を払うだけで年金ももらえないなんて、何のための年金でしょうかと。また以前、国民健康保険の料金が上がったことも教えてくださいましたが、もうわけわかりませんと。要するに、安倍次郎ファシスト政権というのは、国民を最後まで死ぬまで働かせて、税金を取り、保険料を取り、そして国民を貧困化させるということなんですよ。理由は簡単なんですよね。だから一日も早く打倒しないといけないということで、山本太郎総理を実現しようということでしょうね。ということで、今日の注目記事ですね。で、次に、昨日から始めた推薦図書の朗読、日米合同委員会、それからこの間ずっと読んでます、石井紘輝さんの本と、これは後にしますね。で、重要なのは今日のメインテーマなんですね。今日のメインテーマ、非常に重要なことなので何度でも言うと、日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権はないと、日本の内閣総理大臣が有利な時を選んで勝手に衆議院を解散して総選挙する権限などもともとないんだというのが今日のメインテーマですね。で、昨日月曜日ですね、4月15日の放送のメインテーマは次のタイトルだったということで、安倍晋三ファシスト首相は7月の参議院選挙単独では憲法改正発議に必要な
参議院3分の2議席の確保できないため、消費税 10% 増税中止、5% に減税の圧倒努力、奇策で国民を騙して、衆議院を解散して7月に衆参同時選挙を強行するだろうというのが昨日のメインテーマだったんですね。で、問題は歴代自民党政権の内閣総理大臣は衆議院を解散する権限を持っているという憲法違反の大嘘を日本国民の99%が信じているということなんですね。で、我々が安倍晋三自公政権を打倒して山本太郎政権の樹立を期待する山本太郎氏自身も同じなんですね。それはなぜなのかということで、その主な理由は2つあるだろうということで、1と2なんですね。で、1、最初の理由は日本のほとんどの国民が日本国憲法第41条の重要な規定を知らないと、あるいは知らされてないからである。この日本国憲法第41条は何が挙げてあるかというと、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であると。非常に短い条文なんですけど、重要なことを2つ書いてあるんですね。で、国会は国権の最高機関であるということと、それから国会は国の唯一の立法機関であると。この2つで、2つの重要なことが短い条文の中に書かれていると。この41条を取り上げる人はほとんどいないんですね。9条は取り上げるけど、41条もある意味9条以上大事なんですね。で、日本国憲法41条の規定の前半部分ですね。国会は国権の最高機関であるの意味は以下の通りだと。すなわち3つある国権、立法権の国会、行政権の内閣、司法権の最高裁の中で、国会が他の2国権、内閣と最高裁も上位に位置する国権の最高機関であるという意味と。ということは、三権の位置関係は国会が最高位に位置して、その下に内閣と最高裁が位置するという縦の構図なんですね。で、我々が学校とかなんかで教わったのは、日本は三権が分立していると。三権分立の原則は徹底してるんで、3つの国権は並列してると。同じ地平に3つの国権が立ってるという大嘘を我々は教師、あるいは大学等々で、中学、高校、大学と、大嘘を教科書とから説明で、受けて、これが全くの大嘘だというのが分かってるんですね。で、この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散できるわけがないと。そういうことなんですね。で、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党自民党の歴代内閣総理大臣は、ことあるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であると憲法違反の大嘘を言って、野党が分裂している時、野党に資金がない時を狙って適当な理由をつけて衆議院を解散し、莫大な経費、毎回750億円を使って総選挙を強行し勝利してきたと。かっこつき勝利なんですね。で、野党が弱体化した時を狙って衆議院を解散して総選挙を行い、あらゆる国家権力、警察、検察、税務署、国家権力を使うと、あるいは御用マスコミを総動員すると。そして不正選挙と組織選挙を行えば、バカでも勝つよと。自民党が勝つのは当たり前なんだということなんですね。で、いわゆる先進国と言われる国の中で、戦後一貫して70年以上も一つの政党、公明党創価学会との連立を含めてが、しかも米国の傀儡政党が政権を独占してきたっていうのは異常なんですね。日本だけなんですね。その最大の原因は何かというのは、自民党政権の内閣総理大臣が
衆議院の解散権は首相の専権事項であると憲法違反の応訴をついて、自分たちに都合の良い時を狙って衆議院を解散して総選挙を行って勝利してきたからなんだと。この自民党の暴挙に対して、本来であれば憲法の番人である憲法の番人として憲法41条違反の違憲判決を出すべき日本の最高裁判所は一切沈黙して自民党独裁政治を容認してきたと。すなわち日本の最高裁は憲法の番人ではなくて米国傀儡政党自民党の番犬なんだと、こういうことなんですね。でさらに日本の野党政治家も日本の憲法学者も政治学者も日本のマスコミも日本のオピニオンリーダーも日本の市民活動家も誰もこの重大な憲法違反と応訴を正面から取り上げて、批判してこなかったと。これが第一の理由ですね。で第二の理由は何かというと、日本国憲法を起案して1947年5月3日に施行した当時の連合国総司令部 GHQ マッカーサー総司令官が、将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できる仕掛けをですね、日本国憲法の中に巧妙に埋め込んできたからだと。すなわち今回の場合は GHQ は日本国憲法第7条なんですね、天皇の国事行為という憲法第7条の第2項、国会の召集と第3項衆議院解散の文言を天皇の国事行為の文言じゃなくて天皇の国政行為の文言に巧妙に差し替えたんだということなんですね。でこの第7条天皇の国事行為っていうのは、天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行うということで10個書いたんですね。1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2、国会を召集すること。3、衆議院を解散すること。4、国会議員の総選挙の施行を公示すること。ここで奇妙なのは、1はそうなんですね、憲法改正、法律、政令及び条約を公布するって言うんですけど、2と3がですね、突然国会を召集する、3、衆議院を解散するという国事行為じゃなくて国政行為そのものの文言になっちゃったんですね。で4がまた戻って、国会議員の総選挙の施行を公示すると。で5、国務大臣及び法律の定めをその他の管理の任免及び全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すると。6、大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証する。7、栄典を授与する。8、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。9、外国の大使及び公使を切除する。10、儀式を行うと。だから憲法第7条の天皇の国事行為の10項目の中で第2と第3、国会を召集する、衆議院を解散する以外は全部まさに国事行為なんですね。公布するとか、あるいは公示するとか、あるいは認証するとか、あるいは授与するとか、あるいは切除する、あるいは儀式を行うという、まあ、どうでもいいような国事行為なんですけど、なぜか第2項、国会を召集すると、第3項衆議院を解散するという国事行為じゃないでしょと、国政行為そのものの文言になっちゃってると。ここなんですね、秘密は。で上記の日本国憲法第7条天皇の国事行為の全10項目の規定の中で第2項国会の召集と第3項衆議院の解散の文言だけが GHQ 米国支配階級によって天皇の国政行為の文言に巧妙に差し替えられているということなんですね。なぜならば第2項と第3項の本来の正しい文言は以下の通りになるべきなんだということで、2、国会の召集を公示すると。3、衆議院の解散を公示すると。これがあれですよね、国事行為ですよね。でも、現在の日本国憲法の第7条の2項国会を召集する、第3項憲法を解散する、
こういう国政行為の文言になっちゃってる。で、これを理由にして、自民党は、歴代自民党政権は、憲法第7条の2項、3項にこう書いてあるから、内閣総理大臣は解散権持ってんだという根拠にしてるんですね。この GHQ、米国支配階級による巧妙な文言の差し替えに対して、憲法の番人として、憲法第7条2項3項の文言は間違っていると、文言の訂正の判決を出すべき日本の最高裁は一切沈黙して、GHQ の陰謀を容認してきたんですね。で、日本の最高裁というのは憲法の番人ではなく、米国支配階級の番犬なんだということで、さらに日本の野党政治家も、日本の憲法学者も法学者も、日本のマスコミも、日本のオピニオンリーダーも、日本の市民活動家も、誰もこの GHQ の陰謀を正面から取り上げて批判してこなかったと。いわゆる護憲派と言われる木村翔太首都圏大学法学部教授さえも、日本国憲法第7条の天皇国事行為第3項の規定を根拠にして、日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持ってると、自民党独裁政治擁護のバカなことを言ってんだと、こういうことなんですね。これが今日のメインテーマです。ヘテさん、アメリカの傀儡政権だという意識はほとんどの国民にその認識がないように思いますが、政治家でさえと。だから完全に隠されてるんですね。自民党が1955年に、今までの自由党と民主党の保守合併をしたと。そして、岸信介を幹事長、初代幹事長にして、3年後には彼が首相になるということで、すべての段取りは CIA が、CIA の資金と CIA の連中がですね、全部仕切ったんですね。なぜかというと、保守合同で、保守が2つに割れててもしょうがないということで、自民党に、全部結集させたと。で、岸信介が、いわゆる戦前の永久戦犯として巣鴨に、収容され、本来だったら永久戦犯として死刑判決を受けて処刑される運命にあったんですけど、岸信介は自分が CIA のエージェントになると、で、米国の利益のために働くということを誓って、除名され、そして、保守合同した自民党の初代幹事長に抜擢されると。そして、彼のもとにですね、戦前のいわゆる侵略戦争の戦争犯罪者たち、軍人とか、あるいは公安、警察等々が結集して、で、自民党の国会議員として選挙に勝って国会議員になったということなんですね。ですから軍人が15名かな、そして、いわゆる特攻官僚が55名、54名が岸信介のもとに再結集して国会議員になって、そして日本の権力集中に、権力の中心にですね、再度戻ってきたと。こういうことなんで、だから自民党っていうのは完全に100%アメリカの傀儡政党なんですね。そのことを完全に、国民に知らせないと、タブー化するということなんですね。だから、ほとんどの国民はその意識がないというのは、そのようにされてるということなんですね。三枝クララさん、コンティニューコインですね。から、砂ずきんさん、日本人は全員移民のこと。北の騎馬民族、南の農耕民族、帰化人、陶工の根血と、そういうことでしょうね。ということで、今日のメインテーマは、ですから、山太郎に非常に期待してるんですけど、山太郎に直接、もう3年ぐらい前かな、東京地裁で、
会った時に裁判の傍聴に彼も来てて、でその時に、10分ぐらい説明したんですね。でこの2つのこう憲法第41条の2つの重要なこと、一つは国会は国権の最高機関であるから、その下にある内閣総理大臣が勝手に、国会を衆議院を解散して総選挙できるはずがないと、そのことを正面から取り上げるべきだと。それから41条の後半の部分、国会は唯一の国の立法機関であるという規定からすれば、内閣が起案権を持って、ほとんどの法律を内閣が起案し、そして閣議決定して国会に提出するっていうのはまさに憲法41条に違反してんだと。だから内閣には法律の起案権も国会の提出権もないんだよということなんですね。この2つのことを徹底的に、批判し正面から取り上げれば安倍政権は打倒できるよというふうに彼言ったんですけど、その後全然この辺に関して彼は自分の、政治活動には使ってないんですよね。ヘテさん、既存政党もそれらすべて心得た上で芝居しているように見えたりする、そういうことでしょうね。だから全部壮大な謀略の上で、それぞれの役割を国民に隠して、演じているとこういうことだから、日本の野党もほとんど偽装自民党なんですね。自民党、第二自民党ですよ。だからまあ唯一ぐらいでしょうね、山本太郎が彼らに買収されない本来の国民市民のために働く政治家として登場したということで、まあ我々は期待できるんじゃないかということなんですね。アフターマッチさん、コンティニューコイン、いつも配信お疲れ様ですと、ということですね。今日のメインテーマ、ぜひ重要なことを取り上げてますので、できるだけ広くですね拡散してもらいたいですね。で山本太郎にもぜひこの辺のことを理解した上で、安倍内閣打倒闘争に直進してもらいたいということですね。今日のメインテーマですね。日本の内閣総理大臣には衆議院の解散権はないんだと。だから自分たちの都合で勝手に衆議院を解散して、総選挙、莫大な費用を使った総選挙をする根拠なんかないんだと。憲法違反であり大嘘なんだということですね。で昨日のメインテーマ、これ彼は解散権を行使して、いわゆる国民が圧倒驚くような山本太郎の減税、最初当初から言ってたんですね。5% に減税せよと。で最終的には廃止しようというあれを彼はパクったわけですよ、安倍は。で山本太郎は減税じゃなくて廃止一本にしたということで、ですから悔しかったら廃止を言えよと、安倍晋三、そういうことでしょうね。マイナス4か。これですね、 K さん拍手ですね。で問題は歴代自民党政権の内閣総理大臣が
衆議院を解散する権限を持っているという憲法違反の大嘘を日本国民の 99% 以上が信じているとこういうここなんですね。まあこれは下手をすると安倍氏が消費税全廃を言い出す可能性、それはさすが言えないでしょう。悔しかったり言ってみろということでしょうね。我々が安倍晋三自公政権を打倒して山本太郎政権の樹立を期待する山本太郎も氏も同じなんだと、それはなぜなのということですね。で、主な理由は2つあるだろうということで、1つが憲法第41条がを国民のほとんどは知らないと、あるいは知らされてないと、意図的に。で、41条っていうのは非常に重要な条文なんですね。憲法9条と並ぶ、あるいはそれ以上に重要な規定なんですけど、なぜか41条を取り上げる人はほとんどいないと。何なんですかね。意図的にそういうふうにされてるんですかね。41条は取り扱うなと。国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関であると。非常に短いんですけど、素晴らしいことが2つも書いてあるんですね。41条で、日本国憲法41条の全般部分の国会を国権の最高機関である意味は以下の通りということですね。すなわち3つある国権、立法権の国会、行政権、内閣、司法権の最高裁の中で、国会が他の2権、内閣と最高裁よりも上位に位置する国権の最高機関であるという意味と。ということですよね。すなわち三権の中で最高の位置にあると、一番の上位に位置している。並列じゃなくて前後関係というか上下関係なんですね。で、三権の位置関係は国会が最高に位置し、その下に内閣と最高裁が位置するという構図なんです。縦の構図なんです。学校で習ったのは並列なんですよ。平面に3つの国権が同じ重要さで、並んでるという全く間違ったことを我々は教わってるんですね。この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国の国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散できるはずないと。だからこのことを国民が知るとまずいということで、41条を意図的に無視してるんですよね。だから誰も41条のことを言わないと。で、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党自民党の歴代内閣総理大臣は、事あるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であると憲法違反の大嘘を言ってですね、野党を脅かすわけですよ。ガタガタ言うとまた解散するぞと。で、野党が分裂してると、野党に政治資金がないという時を狙って適当な理由をつけて衆議院を解散し、莫大な費用750億を使って
総選挙を行って勝利するということなんですね。かっこつき勝利です。で、野党が弱体化した時を狙って衆議院を解散して総選挙を行い、あらゆる国家権力、警察とか検察とか税務署、そして御用マスコミを動員し、不正選挙と組織選挙を行えばですね、バカでも勝つよということだね。それを戦後70年間ずっとやってきたと。だから自民党が勝つのは当たり前だと。いわゆる先進国と言われる中で、一つの政党が、まあ連立含めてですね、70年間もほぼ独占しているという先進国は日本だけなんですね。なぜなのかと。その最大の原因は今言った内閣総理大臣には衆議院 の解散権があるんだという大嘘、違憲の大嘘を言って、憲法違反の大嘘を言って、で、野党が弱体化している時を狙って解散し総選挙を行うから、この自民党の暴挙に対して憲法の番人として憲法第41条違反の違憲判決を出すべき日本の最高裁は一切沈黙して、結局は容認するということなんだね。本来最高裁が言うべきなんでしょ、憲法の裁判、憲法第81条の唯一の違憲立法審査権を持っている最終審だと憲法に書いてあるんですよ、81条に。でも一切しないと。だから日本の最高裁っていうのは傀儡政、米国傀儡政党自民党の番犬なんだと、憲法の番人ではないんだということですね。野党もお粗末だが資金もあり、手を突っ込んで分析、そうですね。だから野党弱体化してる、いつも常に野党は弱体化してるってことは野党に、をかき回すんですね。野党を買収したり、あるいは偽装野党を送り込むということで、前原とかですね、野田とかですね、あの辺の松下政経塾で養成した工作員を送り込むんですね、野党に。そして彼らに野党が結集しないように弱体化させるという工作をずっとしてるわけですよね。さらに日本の野党政治家もそうだと、日本の憲法学者も政治学者も何もやってない、日本のマスコミ、オピニオンリーダー、市民運動活動家、この重大な憲法違反と大嘘を正面から取り上げないと。なんでだろうね。総理大臣に解散権なんかないんだよっていうことをなんで言わないのかね。でその第二の理由は、日本国憲法を起案して47年5月3日に施行した当時の連合国総司令部 GHQ マッカーサー総司令官が、将来米国傀儡政党が日本の政治を独占支配できる仕掛けを日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだということなんですね。だから 国の最高法規である憲法の中にそのような巧妙に埋め込まれた仕掛けが隠されているということが第二の理由なんですね。で特に、GHQ は憲法第7条の天皇の国事行為の第2項、第3項の文言を、国事行為じゃなくて国政行為の文言に巧妙に差し替えちゃったんですね。で例えばこの7条の文言、
第1項憲法改正法律政令及び条約を公布すると。公布するっていうのはそうですよね。憲法改正するとか条約を結ぶとか政令を出すとかとい う国政行為じゃなくて、それを公布すると第1項ですね。天皇は内閣の助言と承認により国民のためにその国事に関する行為を行うということですね。その第1項憲法改正法律政令及び条約を公布すると。公布するんだから国事行為なんですね。でもしも国政行為の文言だと憲法改正法律政令及び条約を条約を結ぶとかですね、これが政治行為なんですね、国政行為なんですね。分裂と選別は同じ手口と旧社会党に続き民進党で2度目ということですね。だから旧社会党も村山内閣で大連立を組んだと。あれがまさに、分裂抱き込みですよね。あれ以降社会党は社民党になってで、見る間に凋落してもうおそらく消え去るでしょうね社民党は。だから村山ですよ最大の戦犯は。で2、3、4、ここで2と3だけが異常な文言になっているというのが分かるんですね。これ国会を召集する、3衆議院を解散する、で4がまた国事行為に戻るんですね。国会議員の総選挙の施行を公示すると。じゃあなんで2が国会の召集を公示するとか3参議院の解散を公示するっていう国事行為じゃなくて国政行為そのものの文言にすり替えられてるのと。これですよね問題はね。そのことを誰も指摘しないということなんですね。驚くべきことに。で6、7全部国事行為の文言なんですよ。この辺のことを日本の憲法学者は自分の専門だからそれで飯を食ってるんだから当然気がついてるはずなんだけど誰も言わないですよね。第2項第3項の文言が国事行為じゃなくて国政行為の文言になってるとおかしいよというふうに言う憲法学者誰もいないっていうのはどういうことなんですかね。で上記の日本国憲法第7条天皇の国事行為の全10項目の中で第2項と第3項の文言だけが GHQ によって天皇の国政行為の文言に巧妙に差し替えられてんだということなんですね。でなぜならば本来はこういう文言にすべきだと、公示すべきだと、公示という国事行為の文言にすべきだということなんですね。2国会の召集を公示する、3、衆議院の解散を公示すると。でこの GHQ 米国支配階級による巧妙な文言の差し替えに対して憲法の番人として憲法第7条第2項第3項の文言は間違っていると文言の訂正の判決を出すべき日本の最高裁は一切黙認して一切沈黙して GHQ の陰謀を容認しているということですよね。マイナス1
で、日本の最高裁は憲法の番人ではなくて米国支配階級の番犬なんだと、自民党の番犬であり米国支配階級の番犬なんだと、最高裁偉そうにですね、最高裁判事15人もいるんですよ。でさらに日本の野党政治家も日本の憲法学者も法学者も日本のマスコミも日本のオピニオンリーダーも日本の市民活動家も誰もこの GHQ の陰謀を正面から捉えて批判してこなかったと。なぜなんですかね。それで、いわゆる憲法の護憲派といわれる木村壮太首都圏大学教授は日本国憲法第7条天皇の国事行為第3項の規定を根拠にして日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っているという自民党独裁政治を擁護するバカなことを公言してんだと。だから木村壮太はありがたがって市民運動が呼んでですね、抗議してもらうというのは完全に間違ってんだよねというのが今日のメインテーマです。非常に重要だと思うんで、ぜひできるだけ広くですね拡散してもらいたいというのが私の願いですね。で今日のトピックス、現在今時間が62分04秒、閲覧62名様、計124名様、コメント68件ということですね。で今日のトピックス、トランプ氏報道にピューリッツァー賞、ニューヨークタイムズとワシントン、ウォールストリートジャーナルか、2つの2紙がピューリッツァー賞をもらったという、これはなかなかいいことですね。砂月さん、日本の最高裁は憲法の番人ではなく砂川判決以来日米地位協定の番犬と。日米地位協定の番犬というよりアメリカの支配階級の番犬でしょうね。でニューヨークタイムズの受賞理由についてトランプ氏一族の資産に関する報道により自力で富を築いたとする、同氏の主張の虚偽を暴き税金逃れを繰り返したビジネス帝国の姿を明らかにしたと。これですよ。だから彼は納税証明書の公開をずっと拒否してるんですね。自力で富を築いたとする同氏の主張の虚偽を暴き税金逃れを繰り返したビジネス帝国の姿を明らかにしたと、ニューヨークタイムズ。これがピューリッツァー賞受賞の理由なんですね。それともう一つ、ウォールストリートジャーナル、一方のウォールストリートジャーナルはトランプ氏と不倫関係にあったとする2人の女性に対して大統領選挙期間中に秘密裏に支払われた口止め料に関する報道で、受賞したということですね。顧問弁護士が暴露したんですね。中安さん、319フリーメイソンロッジの指名が刻み込まれた鳩山一郎、戦後日本自由党を結成した、そうですね、鳩山一郎有名ですよね、フリーメイソン。それとノートルダム寺院大火災、戦闘が崩壊したという、これは AFP の記事ですね。
そして、異次元金融緩和を米が強制終了。企業と日銀を円急騰が襲うという日刊現代。これがアメリカが日米貿易交渉で円安誘導を禁じる為替条項を強く求める姿勢をアメリカは明確にしたということで、これによってですね、円安誘導ができなくなるということで、為替が円高になることによって、輸出企業が打撃を受けると。そして、国債が暴落すると、そして金利が高くなるということで、日銀の出口戦略がアメリカによる強制的な為替操作禁止の圧力によって、強制的な出口を一方的にさらされるっていうか、そういうことの可能性をこの言ってるんですね。これですね、日刊現代。で、政府も日銀も打つ手なしと、自ら出口戦略を持って徐々に異常な金融緩和から抜け出せればよかったんですが、外圧で軌道修正をせざるを得なくなったと。米国は日本の国内需要の鑑みず、円高という見える成果が出るまでプレッシャーをかけてくると。この先、急激な円高が心配されると。経済評論家、斎藤満氏っていうね。円高が進めば輸出企業は大きな打撃を受け、株価は下がると。厄介なのが株の爆買いで株価をかさ上げしてきた日銀だと。日銀は自己資本がわずか8兆円で、日経平均株価が1万8000円を切ると債務超過になると。で、株が原因で債務超過になった日銀は、さすがこれ以上株を買い支えるができないと。株価下落に何もできない可能性が高いと。さらに円高は国債の暴落、金利は上昇をもたらすと。国債金利が上昇すれば公共事業など大胆な財政支出ができなくなると。円高不況が目の前にあっても、政府も日銀も打つ手がない。6年も異次元金融緩和のたまりにたまったツケがいよいよ、露呈するということと。そうですね。もうそろそろ終わりということですよね。社説 WTO 判断に、倫理、無理難題を吹っかける安倍政権という半ギョレですね。これ福島からの農産物の輸入禁止処置を取った韓国政府を WTO 安倍が提訴したんですね。で、一審では、日本側の主張が通ったということで、勝った勝ったと喜んでたんですけど、WTO の上級審では、逆になって、韓国側の禁止処置は正しいということで、で、それに安倍はショックを受けてですね、無理難題を言って敗訴してないという強がりを言ってるということですね。寒川さん、キャス君、特別ですね。ヘチさん、日本のマスメディアにピューリッツァー賞受賞の期待は一切できないようです。ああ、全然ダメでしょうね。だから、可能性としては、いわゆる大手マスコミではなくて、フリーランスの個人のジャーナリストでしょうね。
もらえるとしたらね、受賞する可能性があるとしたらね、大手マスコミは全部ダメですよ。ハンギョレ新聞、それからイエメン戦争でフランス製の武器が大量に使用されてるっていうことが暴露されたんですね、調査報道で。だからフランスの経済の占める軍需産業がどのぐらいかということが、いわゆる GDP がいくらかということの内容として、日本とかあるいはフランスとかアメリカの経済は戦争経済じゃないか。戦争、アメリカなんかひどいと思いますね。GDP の中に占める、いわゆる軍需産業の割合っていったのはすごい高いじゃないですかね。フランスも高いんですよね、防衛産業、軍需産業。だから GDP の性格を、のせ、あの、その国々の GDP の本質を見るためには、その国の GDP が戦争経済なのか、平和経済なのかと、あるいは実体経済に基づいているのかと、あるいは金融経済主体なのかという判断ができる経済学というのは必要なんですよね。それ今ないんですよね。で、バニー・サンダースさん、これあれですね、大金持ちという。これ URL ちょっと書き忘れましたね。AFP です。そして今日の重要情報、これがデマサイトですね。野党議員をデマ攻撃するサイト、政治地震に、菅官房長に近い自民党県議の弟が関与と。安倍首相、桜を見る会にも招待されているというリテラですね。マイナスさん。ということですね。時間が73分16秒、閲覧67名様、計139名様、コメントが全部で82件ですね。ということで、もう時間がかなり、経ってますので、この2つの朗読は明日お休みなんで、木曜日に伸ばしますね。残念ですけど。ちょっと今日これからっていうのは大変なんで、今日は中止ということにさせていただきます。で、特に今日のメインテーマが非常に重要だと思うんで、ぜひ皆さん拡散して、ぜひ話題にしてもらいたいと。親しい人とか、あるいは職場とか、あるいは学校とか、あるいは家族とかですね、とうとうに、首相の衆議院解散権というのはもともとないんですよということ、そして憲法第41条のことと、それから憲法7条の第2項、第3項は、GHQ が意図的にですね、文言を差し替えて、巧妙に差し替えて、あたかも内閣総理大臣に、解散権があるかのような偽装をしてたと。こういう重要な指摘をですね、ぜひ広めてもらいたいということですね。虎ノ門ニュースご一行を招待した、そうでしょうね、安倍のお仲間ですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。時間が75分02秒、閲覧65名様、計143名様。コメントが私の画面だと83件ですね。ということで、お疲れ様でした。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ケイさん、お疲れ様でした。
砂月さん、コメント72です。お疲れ様でした。からヘチさん、お疲れ様でした。おやすみなさいということで、おやすみなさい。また木曜日ですね。明日お休みなんで、よろしくお願いします。終わります。